問題 A、 一桁の数 N が入力される。 N を N 個繋げて出力しろ。はい。もちろん、ループで N 回出力してもいいが、間で改良したりしないように注意。333回目ということで簡単にしておいたぜ。問題 B、 正五角形がある。2つの頂点を結ぶ線分が2本与えられる。この2本の長さが等しいか判定しろ。要するに、長いか短いかだよね。それで、短いのは隣同士の時だから、ABCDAADCDA に入ってたら短くて、なかったら長いね。ちょっとアクロバティックなコードかもな。もう少し堅実にやるなら、ABCDE を01234に変換するといいぜ。問題 C、111111とかの、全部の桁が1であるような正の整数をレキュニットという、レキュニット3つの和として表せる数のうち、小さい方から N 番目は、ここからは、時間は無限にはないぜ。でも、N が一番大きい時の答えをくれてて、調べるのは12桁まででいいらしいから、12×12×12 通りを全部試すよ。ここでやっているように、3つの数を毎回大きい順に使えば、最初から小さい順に結果が出てくるが、まあ不要だぜ。問題で、キーがある？スキルツリーとかのツリーだね。頂点1を消したい。言ってて、歯を1個消せる。お隣さんが1個しかないやつのことだね。歯を消して新たに歯になった頂点ももちろん消せる。頂点1を消すには最低なんてかかる？要するに頂点1を歯にしたくて、頂点1のお隣さんを1個残して全部消したいよ。それで、お隣さんそれぞれを消すコストだけど、ぶら下がってるやつを全部消さないと消せないね。だから、単純にぶら下がってるやつの個数がコストで、一番コストが大きいやつを残せば OK。というわけで頂点1の各部分機のサイズがわかればよくて、深さ優先探索をするのが一番素直だと思うぜ。実装は説明のコードを見てほしい。Python を使うなら重大な注意点があって、DFS は多分再起で実装することになるが、大量に再起するコードを PyPy で提出するのは危険だぜ。Python ってのがちょっと早い？多分な。問題、勇者が冒険に出かける。途中で、ポーションやモンスターに一つずつ遭遇する。ポーションを見つけたら、拾える。拾わなくてもいい？ああ、モンスターに遭遇したら、対応する種類のポーションを一つ消費して倒す。これができなければゲームオーバー。最後までこれを回避することはできるか？できるなら、アイテム欄の大きさは最小5つ必要だ。ポーションを一番多く持ってた時に何個持ってたか？ああ、ついでに、アイテム欄の大きさを最小化するために、どのポーションを拾うべきか答えろ。言ってることは複雑だけど、逆から見れば単純かな。モンスターを拾っていって、薬を見つけたら、その種類のモンスターを持ってたら拾って倒して、持ってなかったら無視していいね。実装は多分問題ないと思うが、説明に例を置いておくぜ。問題 F、 一列に並んだ N 人が、ロシアンルーレットみたいなことをする。先頭の人が成功確率2分の1のコイントスをして、失敗ならその人は敗退。列の次の人にターンが回る。成功なら、その人は列の最後尾に移る。最後まで残った人の勝ち。それぞれの人の勝率を求めろ。人がどんどん減っていって、最後には1人になって、1人だったらその人が 100% 勝つから、それをもとに2人の時の2人の勝率を計算して、それをもとに3人の時の勝率を計算して、の繰り返しだね。それで、試しに3人の時の勝率がわかってるとして、4人の時を考えるよ。まず先頭の人は、ふう、これで全部だね。無限等式有数の和の公式ってやつを使ったぜ。だが、これだと計算量が合計で N の3乗になるな。でもこれは分母が少しずれてるだけで全部似てるから、N を一つ落とすのはどうとでもなるよね。ログがつくが畳み込みなんてのもあるぜ。実装の例は説明を見てほしい。よかったらチャンネル登録よろしくね。ご視聴ありがとうございました。